はい、皆さんこんにちは、ノットでございます。ということで今回もですね、神様のような君へ体験版やっていきたいと思います。今回でパート14ということでやっていくんですけども、はい、ということで PS4 版でございますとやっていきましょう。前回のパートはね、なんか早朝から大変なことが起きたというわけでございますと、なんとね、なんかセントラル AI に何者かがハッキングした、まあサイバー攻撃を行ったということで、まあクラッカーと、まあ、あのカイト君のバトルとなったわけでございます。まあ難なく終えて、なんとかね復旧はしたものの、まあ、学園に行かないといけないというか、普通に平日だったんですけども、まあ、そうやって朝てんやわんやしてたんで、遅刻寸前とか、まあ、遅刻して登校したわけでございます。はい、でそのタイミングとちょっと遅れてね、生徒会長さんも来て、生徒会長さんがまあ普通にパスで通ったから、カイト君もただこねたらなんとか、まあ、今回だけは許してあげるわみたいなことで生徒に言われてホッとするみたいなね、そんな一幕もあったりって感じかな。で前回ちょっと生徒会長がたびたび関わってくるようなことがありました。はい、うん、であとはあれかな、そのキリカちゃん、キリカちゃんが昼食というか昼休みにちょっと怪しい感じだったというか、なんつうのそわそわしてたから、それをあと追ってみたらっていうね、そしたらなんかストーカー被害 があってとかいう、なんかちょっとまたなんかこう怖がってる状態だったんで、それを助けてあげようっていうのが、今回からだと思われますと。とにかく、まあ、そういうことが起きてるし、まあ、危ないことだから、まあ、なんとか解読もしてあげたいなってことだと思われます。はい、とにかくね、前回 よかったら見てくださいということで、続きやっていきたいと思います。じゃあ行きましょう。その日の放課後、特に行き先も決めず、浅香を連れて街をブラブラと回っていた。ゲーセンやファミレス等、学生も利用できて、ある程度人目がある場所が中心だ。追ってくる奴がいれば、物陰に隠れつつ、姿を捉えられるかもしれない。それに、もう一つの狙いはある。一緒に帰ろうと提案した時、浅香は見ているこっちが恥ずかしくなるくらい、うろたえていたが、ストーカーの正体を突き止めるために共闘しようと言うと、すぐに乗り気になってくれた。初めこそ警戒心を強めていた朝倉だったが、日が落ちる頃にはすっかりいつもの元気を取り戻していた。白舞先輩、今日は本当にありがとう。私のことを心配してくれたんでしょ。明るい楽しそうな口調で朝倉がそう言った。そりゃあ心配するさ、トップアイドルの身に何かあったら大変だからな。あ、そっか、そうだよね、私がアイドルだからだよね。笑みこそ浮かべているものの、一転朝倉の口調は寂しげなものになってしまった。本当はアイドルなんか関係なく、朝倉が心配だったんだと言ってしまいたい。だがまだそこまでの勇気は出せずにいた。それじゃあ今日はこれで帰るね。ストーカーも見当たらないし大丈夫っしょ。数秒続いてしまった沈黙で、いさくなったのか朝倉が立ち上がった。家まで送っていくと言っても断られそうな雰囲気をうかがえる。ここで見送った方がいいのだろうか、そんな迷いが一瞬頭に浮かぶ。だがちょい待ち、朝倉の小さな手をしっかりと握りしめた。先輩、これは行き過ぎたおせっかいなのかもしれない。何か決定的に変わってしまうかもしれない。それでも桜木あかりのように自分にできることで朝倉を応援したかったから、偽物だろうとなんだろうと、この手に二度と武器なんて持たせたくないから。めちゃくちゃかっこいいこと言うな。まさくら、ちょっと家まで来てくれ。2秒3秒と無言の時間は流れた。ポカーンとした表情でこちらを見つめていた朝倉だったが、徐々にその顔に赤みが増していく。家って？まあ俺んち。今から。後ろへ吹き飛ぶように逃げ出そうとする朝倉だったが、手は離さなかった。待って、確かになんかそ
めちゃめちゃ慌ててらっしゃるな、なんか可愛いわ。辞書のうろたえという言葉の横に分かりやすい例として載せてやりたいほどのうろたえようだ。首から上の挙動が物理エンジンのバグった 3D ゲームのようになっている。やめてくれ、こっちまで恥ずかしくなるではないか。ストップ、落ち着こう先輩、一旦落ち着くべきだよ。お前がな。だってそんないきなり。安心しろ、別に何もしないよ。何かするやつの超トークじゃん。それもそうだ、確かに何かするするんじゃん。だけどお前には何もしない。シュワー、私行かなくていいじゃん。いや、お前がいなきゃ意味ないんだって。意味わかんないよ、説明してよ。ここでは説明しづらいんだよ。説明しづらいことする気なんじゃん。女の子としてこの警戒は正しいのだが、拉致が開かない。掴んだ手に少し力を込めて朝倉にもう一歩近づく。信じてくれ、疑ったり、じゃ裏切ったり騙したりするようなことは絶対しないから。至近距離で見つめられて朝倉の顔がますます赤くなる。あの来る、来ない、どっち。折れた。空気が抜けるようにうつむいた朝倉がそっと手を握り返してくれた。神様のような君へ。まあそういう目的ではないのは分かってるよね。パソコンなら何やらあるからな。カイト君の部屋には設備が整ってるんだわ。かくして初めて女の子を自宅に連れ込む流れとなった。先輩、そろそろ手離してくれたもん。なあ、悪い。なんとなく話しづらかったという理由が一番大きいのだが、ここに来るまでずっと手をつないだままだった。やや名残惜しい気持ちを覚えながら朝倉の手を離す。適当にその辺座ってくれ。お構いなく。もうちょっとリラックスしてくれていいぞ。多少は落ち着いてきたようで、朝倉は部屋をまじまじと見やしていた。これが白前先輩の部屋。コスプレ衣装とかはないからな。あれはバーチャルアイドルの衣装を作るために買ってるの。桜木あかりのモデルって自作なのか。うん、でも最近は衣装を撮影するとも似た感じのモデル作ってくれるアプリとかあるし。雑談しながら自分の PC を立ち上げる。信頼する一番の相棒は低い駆動音とともにディスプレイに光を宿した。で、何をなさるおつもりですか。朝倉が画面を覗き込みつつ、いぶかしげに尋ねてくる。決まってるだろう、ストーカーを見つけるんだよ。起動した PC に向かい軽くキーボードを叩く。放課後あちこち回っていた、歩いて回っただろう。実は監視カメラが設置してある場所を中心に回ってたんだ。監視カメラつけてるやつがいたら必ずどれかに映ってるはずだろう。そりゃ映ってるかもしれないけど、そんなの一般人が見られるの。普通は無理だ。だから今から引き継いだす。よどみない指の動きに朝倉が見入っていた。準備完了。それじゃ行くぜ。画面の中に自分のアバターを表示させる。こいつが天才ハッカー白前海斗の分身、その名も。ノラハム。なんで知ってんの。アバターノラハム、白前海斗の分身として電脳世界を駆け抜ける正義の味方。どうして朝倉がドラハムを知っているのか、
しばらく目を白黒させていた朝倉がやがて声を震わせながら尋ねた。ねえ先輩、何年か前にさ、政治家の汚職の証拠がネット上にばらまかれた事件あったじゃん。まああれか。真相に王手をかけている様子の朝倉だったが、その話は個人的にあまりしたくなかった。城前海斗の正体より今はストーカーの正体の方が重要である。まあとりあえずそれはさておきだ。始めるぞ。ノラハブ室王である。画面の向こうに広がる0と1の光の世界。回線の中を高速で駆け抜け、街の監視カメラを制御しているシステムへアクセス。すぐさまブロックされるが、こんなもの新聞のクロスワードの方がはるかに難解である。顔パスも同然の気軽さでロックを解除し、悠々と内部へ侵入。放課後朝倉と共に街へ出た時間とそれぞれの監視カメラの前を通った時間を記録してある。それらをまとめて一気に抜き出す。次の瞬間、画面上に監視カメラの映像が無数に表示された。嘘。赤子の手をひねる方が両親が痛む分まだ難しいな。ふっと息を漏らし絶句している朝倉に気取った笑みを向ける。だが朝倉は不安そうにこちらを見つめ返してきた。けどこれ犯罪でしょ。こんなことしたら白前先輩が。そんなことよりお前の方が大事だ。間を置くこともなく、まっすぐに朝倉の瞳を見返しながらカッコつけたセリフを言ってしまった。うわ恥ずかしい。ハッキングに夢中になると気分が高揚してややキザな面が出てしまうらしい。悪い癖だ。さぞ笑われるに違いない。が、しかし。あれ？息を飲んだ朝倉が、ぽーっとした表情でこちらを見つめている。夢とうつつの境が曖昧になったような、見惚れるような表情。女の子にこんな顔を向けられる日が来るとは、しかも実質で。先輩。さっき言った汚職議員が捕まった事件の時さ、これとそっくりなアバターがネット中走り回って悪い奴らを片っ端から摘発してたよね。そんなこともあったっけ。大物政治家の一大スキャンダル。それを皮切りに関係する警察や暴力団の黒い関係、国家権力が犯罪組織と汚い金でつながっていた事実、善良な市民から不正に巻き上げられた金が全て裏社会に流れていた証拠など、国家から陰謀する式に海が吐き出され大騒ぎになったことがあった。それをやってのけた男が生きがった一人のハッカーであったことを知る奴は少ない。これ同じアバターだよね。まさか。息を呑む朝倉の視点をまっすぐ見返すことができない。恥ずかしかったからだ。あの時は義父や光明神に駆られことを大げさにしすぎた。正体がバレるようなヘマはさすがにしていないが、後にも先にもアバターを晒して大々的に活動したのはあの一件だけだ。ネット上に残る伝説の貴族ノラハム、その正体はなんてことはない。女の子に過去を掘り返されてドギマキしているただのぼっちである。誰にも言うなよ。口に人差し指を立てて横目でチラリと朝倉を見やる。白前先輩がノラハム。信じられないといった様子で朝倉が後ずさりをする。その先にはベッドがあり、尻餅をつくように朝倉がベッドに座り込む。それでもまだ朝倉は熱い目指しで腰を見つめ続けていた。なんでそんなに詳しいんだよ。だって私あの時感動して。感動？たった
国家ぐるみの犯罪に立ち向かっていろんな人たちを勇気づけてたじゃん。これまた恥ずかしい記憶だ。相手は汚職に濡れた大物政治家なら、最後にとどめをさせるのは民衆の声だということは分かっていた。だから汚職の証拠をばらまくとともに、たくさんの人たちをたきつけるようなことを言って回ったのだ。権力や理不尽に負けるなとか、不正義は我にありみたいな。まあダメだ、思い出すだけで死にたくなってくる。大したポケブラリーもないのに、明道か気取りだったのだ。ひどい黒歴史である。私、あなたの言葉に感動したんです。ついに敬語まで使い始めやがった。やめてくれ、大したことじゃないんだ。大したことだよ。だって先輩の戦えって言葉が今でも私の支えなんだもん。そう言ったのかもしれない。記憶にすらない一言だったが、その一言を口にした男はたった一人で本当に権力に戦って相手に戦ってみせた。その行動がここにいる一人の女の子を今も勇気づけているらしい。なら、あの戦いには自分で思う以上の意味があったのだろう。とにかくそれはもういいから、ほら、監視カメラの映像を確認するぞ。そういったものの、朝倉は恐縮しきってしまっているらしく、なかなか近づいてこない。理解が追いついていないのだろう。仕方なくこういう言い方をしてみることにした。まあ、悪いやつを捕まえるためにお前の力が必要だ。協力してくれるか。はい。近づいてくる朝倉は、オーディションの合格発表で名を挙げられたかのように晴れやかな表情で立ち上がった。並んで画面を覗き込む。その距離も心なしか先ほどまでより近い気がした。お互いにとっての憧れだった。そんな奇跡のような偶然があるのだろうか。自分のしたことで誰かを勇気づける。もしかしたら朝倉の活動方針も村ハムに影響を受けたものだったのかもしれない。これ本当に熱い展開だな。そう、ひりかちゃんがバーチャルアイドルの活動をしたのは、なんか昔そういうネットで活躍した人に憧れて自分もそうしてみたいって思ってバーチャルアイドルやったわけで、その対象が実は間近にいたという。で、その間近にいた本人も実はそのバーチャルアイドルの桜木あかりのファンっていうか憧れっていうね。だからそこになんか奇妙な関係があるわけでございますが、いいねこういうのと、いろいろ考えていたとき、朝倉が画面の一点を指さした。この人、さっきも映ってた。ずっと私たちの後ろにいる。拡大するぞ。疑わしい人物を特定し、その顔が映っている角度からの映像を探し出して拡大する。すると、この人、朝倉キリカをつけ回すストーカー。その意外な証拠が明らかとなった。神様のような君へ。わあ、タイトルコールはあるが BGM が消えてるっていうね、ちょっと怖いやつ。ちょっと事件があるっていうね、そう思わせられるやつ。真剣な表情の朝倉の隣を黙って歩く。ストーカーの正体が判明してからずっとこの調子だ。と言ってもストーカーの正体発覚の直後はもっと動揺してたんだけどな。どうしてあの人が。さあな、ハッカーでも人の心を見抜くことはできない。動機を知りたいなら直接確かめるしかないんだ。考えても答えが出ないことは考えるな。ハゲるぞ。ハゲないし。よしよし、言い返せるくらいには回復したっぽいな。あ、先輩、この辺りでいいよ。わざわざ送ってくれてありがとう。あの調子だと車にひかれそうだったからな。
あれこれ考えず早く寝ちゃえよ。明日今後どうするか連絡するから。いいな。うん、じゃあね。ありがとう。お礼は全部解決した時に取っておけ。ただいま。おかえりなさい。なんだかいい匂いがするな。炊き込みご飯を作ってみたんです。お、それは楽しみだ。まあ、はい。おかわりもたくさんあります。どうぞ召し上がってください。おお、朝とは違うね。しかも服装も違う。いいね。何杯でもいけそうな味だな。最高最高。月読みが来てくれてよかった。あ、そうだ、学食はどうだった？大勢ぞろぞろついていったけど。何も問題はありませんでした。楽しかったか？そうですね、賑やかでした。新鮮な体験をしたという意味では貴重な時間だったかと。しかし私は大勢と食事するよりもマスターが食べているのを見る方が楽しいです。そうなのか。ぼっち飯が一番落ち着く人間にとってはわからん感覚だった。そういえばつくよみって味覚もあるのか？もちろんです。味を評価できなければ美味しい料理は作れません。そりゃそうか。栄養価だけで判断してたら青汁ばっかり出すことになるもんな。しかし味覚は感情に左右されます。好意を持っている相手との食事と嫌いな相手や落ち込んでいる時の食事、明確な差異があるというデータが。それはわかるな。小さい頃母親に置かれながら食べた飯はまずかったよ。マスターが学園で一人での食事を好むのは周囲に親しい人物がいないからと推測できます。そうかもしれない。こうしてつくよみと食べているのには別に嫌じゃない。食べているのは俺だけなんだけど。よかったらつくよみを食べるか？ありがたいご提案ですが、マスターのために作ったお食事ですので。一緒に食べるともっとうまく感じるかもしれないって話をしたばかりだろう。ありがとうございます。今とても幸せです。大げさだな。あんまり喜ばれたものだからこっちまで恥ずかしくなる。ごまかすためにガツガツと炊き込みご飯をかき込んでおかわりを要求した。私の分もよそってきます。機嫌がいいのはいいことだ。一人での食事という話題で思い出したのですが、キリカ様のストーカーの件はどうなりました？それで思い出されるとは、あいつもなかなかのボッチャーだな。監視カメラにハッキングして尾行してる奴の顔を割り出した。知ってる顔だったよ。それでショックを受けたキリカ様をお家の近くまで送ったということですか？ああ、明日ストーカーを呼び出すつもりだ。直接話をつけるよ。私も同行した方が？いや大丈夫だ。月読みはまだクラッカーを調べてるんだろう？はい、残念ながら解決には至っておりません。解決していたらさすがに一言くらいあるだろうからな。朝倉もこの件に月読みまで絡むのは望まないだろうし。かしこまりました。どうぞお気をつけくださいマスター。そっちもな。セントラル AI へのクラッキングなんてサイバーテロだ、テロリストだ。はい、警察発表でもテロリストと。近所にそんな奴がいるのは
俺だって気になるからな。ネット上で追跡した時、この付近を停電させられた。ってことは、俺の住所を鍵つけられているってことだ。俺が攻撃される可能性はゼロじゃないからな。それについては最大限の警戒をしています。月読みがテロリストを調べているのは俺のためでもあるんだ。ありがとうな。朝倉の方は俺が何とかするよ。わかりました。繰り返しになりますが、十分に注意してください。護身用にピストルを用意いたしますか？そんなもん持ってたら俺が捕まるわ。人が多い場所で会うつもりだし大丈夫だろ、うん、そんな顔するなって。大丈夫大丈夫。特区弁になってもまあ多分負けないだろう。相手が相手だからな。音がないね。怖いね。決着つけるって感じか。朝倉のストーカーの正体を突き止めることに成功した翌日、俺はファミレスに朝倉を呼び出していた。先輩。おお、体操服とし、あの制服以外は初めてか。私服だ。肩出してる。かわいい。おっす、こっちこっち。いや浮かない顔の朝倉がやってきた。どうしたの？休みの日にファミレスなんて。ああ、実は大事な話があるんだ。なんですと？背筋をピンと伸ばした朝倉が頬を赤らめる。いきなりそんな、てかなんでファミレスで？ファミレスには似つかわしくない音楽流れてるが、まあ周りに人がいた方が安心かなって。そりゃまあ二人きりじゃ緊張するかもしれないけど。よく考えたけど、やっぱりこうするのが一番いいと思う。お前のこと守ってやりたいんだ。そんな恥ずかしいことはっきり言われたら。何言ってんだ、大事なことだろ。そうだよね。いいか、落ち着いて聞いてくれ。はい。これから。これからストーカーと決着をつけてくる。そっちかい。いきなり立ち上がって大声を開けた朝倉に天柱の視線が注がれる。突然どうしたんだよ、びっくりするだろう。なんでもないから。真っ赤になって萎縮した朝倉が、何これ、苦々しげにこっちを睨んだ。肉しげ。それでストーカーと決着をつけるってどういうこと？まあこれからストーカーに会ってこようと思う。え？実はもう連絡して駅前に呼び出してあるんだ。まさか説得してやめさせる気？あ、危ないよ。何考えてるか分かんないやつなんだよ。分かってるけど、このまま放置しておいた方がよっぽど危ないだろう。あの後ちょっと調べてストーカー行為の裏は取れた。いざって時はどうにかできるさ。だけど先輩が私のためにそこまでする必要なんてないよ。私も一緒に行く。本人にバレたって分かればストーカーもおとなしくなるかもしれないし。逆上して襲ってきたらどうするんだよ。お前はここで待ってろ。だからって心配すんな。作戦も考えてあるし、危ないことにはならないよ。野良ハムの仕事だ。信じて待っててくれ。そう言うと朝倉はしばらく下を向いて黙り込んでしまった。絶対危ないことはしないでよ。無事に帰ってきてよ。ああ、
約束する。さっさと片付けてくるよ。終わったら一緒に何か食おうぜ。軽い調子で手を振って店を後にする。朝倉、目が潤んでた。可愛い後輩にあんな顔をさせるのは今日で終わりにしないとな。かっこいいわ、ほんま。後輩相手になるとすげえ男になるよな。指定した時間まで駅を入り口を見張れる場所で待機する。相手は何を考えているかわからないストーカーだが、朝倉のために気合を入れないとな。お出ましか。目的の人物がやってきた。やや離れた場所からストーカーの姿を確認する。その正体は、あお、アイリーとか言ってたっけ。キョロキョロと周囲を見渡している人物こそ朝倉をつけ回していたストーカー。なお神奈月アイリーというらしい。以前朝倉と知り合って間もない頃、廊下で話しかけてきたあの不審な女である。なんでも朝倉のクラスメートで、朝倉と同じくバーチャルアイドルをやっているらしい。アイドル名はカンナ・アイリー。本名をもじったものだろう。今や星の数ほどいるバーチャルアイドルたちだが、カンナ・アイリーはその中でもかなりの子さん。活動期間と知名度だけなら間違いなくトップクラスだ。初めて会った時、見覚えがあると感じたのはそのせいだった。だが朝倉と大きく違うのはアイドルとしての活動内容。アイリは自分とそっくりなアバターを用いてバーチャルアイドル活動を行っているのだが、そのアバターがなんとネットの中から現実に飛び出してきた。現実とネットの世界を自由に行き来する電子の妖精、カンナ・アイリちゃんという設定で売っているらしい。朝倉じゃ絶対に真似できないやり方だ。愛嬌のあるビジュアルとやや天然な性格を生かして、動画を見てくれている人と楽しい時間を共有する。あちこち切磋琢磨顔を出す活動の幅の広いアイドルのようだった。しかし、それは調べようと思えば誰でも調べられる。いわば表面上の顔。挑発的な態度で朝倉との関係を探ってきた時のことを忘れられない。こいつの本性はどんなものなのか、試しにアイリーのプライベートな情報をハッキングしてみたところ、その結果にゾッとした。アイリーの PC のアクセスログを探ってみたところ、桜木あかりの動画にアクセスしている数が異常ではなかったのだ。有名なバーチャルアイドルの身辺や個人情報の考察ページにも頻繁にアクセスしていて、さらには先日屋上で朝倉と話していた時にドアの外で物音がした。あの後念のため学校の電子ロックを制御している PC のアクセスログを調べてみたのだが、まさにあの時間、何者かがロックを解除しようとドアにアクセスしていたことが分かった。その端末の持ち主を探ってみたところ、アイリーのプライベート端末にビンゴ。あの時屋上に侵入しようとしていたのがアイリーであったことは確定的。監視カメラの映像も踏まえ、ストーカーの正体はアイリーであると結論付けた。だが朝倉に聞いてみたところ、アイリーとは特に親しいわけではないだし、となると考えられる可能性は一つ。こいつは朝倉キリカイコール桜木あかりであるという事実に気づいたのかもしれない。朝倉の身辺を探り、ライバルである桜木あかりのスキャンダルを出会っているのか、あるいは物理的な排除を画策しているとしたら、やはり放置するわけにはいかない。よし、始めるか。アリはファンと交流するためのアカウントと仕事関係者にのみ明かすプライベートアカウントの2つを使い分けているらしい。昨晩そのプライベートアカウントの方に直接メッセージを送った。あなたのバーチャルアイドルに対する行動についてお話ししたいことがありますと、やや不穏なニュアンスをひかめしつつ、今日この時間
ここに来るように指定しておいた。今プライベートアカウントに載っていた番号に電話をかけた。ひとまずこちらの姿も正体も隠したまま電話で様子を伺うつもりだ。向こうにしてみれば兵隊のしてない男からいきなり電話がかかってきて、ストーカー行為に対する警告をされるんだ。自分がストーカーに会うのと同じかそれ以上の恐怖とプレッシャーを感じるはず。視線の先でアーリがスマホを取り出した。交渉開始である。が、それにしてもなんであの格好。アーリはやけに気合の入った格好をしている。顔出しアイドルは迷惑行為にメスを入れられる時もおしゃれに気を使うのだろうか。そういうことではないだろうが、ノースリーブ、脇が見えそう。いや、見えてる。はい、もしもし。アーリが電話に出た。幾度となる頭の中でシミュレーションを繰り返した。うまくやれるはずだ。まずはストーカー行為の事実確認から。本日はご連絡くださり本当にありがとうございます。なんでいきなりお礼なんだよ。まずごめんなさいだろうと思って言葉に詰まっていると、あれ、連絡くれた方ですよね。本日はどちらに向かえばいいでしょうか。まあ、いや、そこにいてください。ここにですか。あまりダラダラ喋る意味もない。さっさと本題に入ってしまおう。実は少々あなたのことを調べました。はい、光栄です。なんで嬉しそうなんだよ。意味はわかりますね。このままあなたを野放しにすることはできないと考えています。普段どんだけひどいこと言われてんだよ。まずはあなたの目的を教えてください。目的？夢ってことですか？もちろん世界で一番のアイドルになることです。想定通りの回答だ。やはり他のアイドルを蹴落とすためにストーカー行為をしている。犯人の自供にしてはやけにポジティブな声だが、まあ細かいことはいい。そうなるとやはりこのまま返すわけにはいきませんね。はい、もっともっとステップアップしたいです。応援していただけますか。するわけねえだろ。どんな神経してんだ。あなたの行動のせいで迷惑をかぶっている人がいると理解していますか。ようやく少し塩らしくなった。違うんです、あれはわざとじゃなくて。わざとじゃない。はい、巨大ドミノ倒しの件ですよね。私が転ね、完成直前だったドミノが台無しになったやつ。この間の生放送事故じゃねえか。アーカイブで見たよ。悔しいけど笑ったよ。ちょっと待て、本当に通じてるのかこの会話。今日ここに呼ばれた理由は分かっていますか。はい、もちろんです。アイドルのお仕事についての打ち合わせですよね。ちっげーよ。違うんですか。だってお仕事用のアカウントに連絡くれたじゃないですか。いや、プライベートアカウントに。なるほど。仕事関係者にしか明かさないプライベートアカウントっていうのは影響も兼ねてたってことか。てっきり仕事で知り合った人と気兼ねなく話すためのアカウントだと思っていた。お仕事の話じゃないんですか。じゃああなたは誰です。あ、こりゃもう本題に入った方がいいな。失礼、もう担当職人に聞きます。あなたは同級生の朝倉キイカに対してストーカー行為を働いていますね。ようやくアイリは平行をさせることに成功した。無駄な遠回りをした気がするが、ここからが本番だ。そんなストーカー
してません。警察に動いてもらい、証拠も分かっています。あなたが朝倉キリカをつけ回してる証拠かね。警察というのは嘘だ、 PC にハッキングしたなんて言えないからな。朝倉さんはとても怖がっています。この場で二度と彼女をつけ回さないと約束していただけますか。そんなつもりだったわけじゃありません。私はただ桜木あかりの正体を知りたかっただけなんです。桜木あかりの正体。桜木あかりは謎に包まれた天才アーティストなんです。私、偶然キリカちゃんが秋教室で桜木あかりと同じ曲を練習してるところを見て、それがあまりにも上手だったから、もしかしてって。もしそうなら、今の業界で最も影響力のあるライバルがすぐ身近にいるんですよ。徹底的に調べ上げて負けないように対策を練るのはそんなにおかしいことですか。なるほど、なるほど。ライバルを警戒していただけなのか。伊達に長年バーチャルアイドルをやってるわけじゃないらしい。ではあくまで朝倉さんと桜木あかりのつながりを調べていただけだと。はい、けどまさか警察に相談するほど怖がらせてたなんて。どうしよう、この話なっちゃうのかな。本気でショックを受けてしまったらしく、アリはうつむいてしまった。一流のアイドルとしてライバルに食らいつく執念は凄まじい。仮説とはいえ、一応真相に行き着いた勘の鋭さも群雄白書のアイドル業界には必要なものだろう。だがアリなりに一生懸命なだけだったのだ。嘘で怖がらせたままなのはさすがに悪いか。ごめん、警察に動いてもらったってのは嘘だ。自分のスマホを振りながら愛の前に姿を現した。先輩、朝倉から相談受けてな、ストーカーに困ってるって。いろいろ調べはしたけど、今回のことは俺と朝倉しか知らないから安心しろ。そういうことですか。ああ、朝倉にはちゃんと謝れよ。お前の鍵回り方真剣すぎてマジで怖いから。しばらく黙っていたアリだったが、ようやく状況が飲み込めたらしい。ごめんなさい、先輩が桜木あかりの秘密を守ってたんですね。まあ、大したことはしてないけどな。認めましたね。え、今はっきりと認めましたね。桜木あかりの正体がキリカちゃんだって。バカ、お前声がでかい。しまった、やられた。おかしいと思ったんですよ。学園の屋上、電子ロックがかかってるはずなのに、キリカちゃん普通に入ってくし、電子ロックを開けられるくらい機械に詳しい人が身近にいないと説明つきません。キリカちゃんの交友関係を洗ってみたけど、先輩くらいしか友達いないっぽいし、今日だって私のプライベートアカウント見つけ出して騙したし。先輩さてはかなりパソコン詳しい人でしょう。先輩がキリカちゃん、いいえ、桜木あかりの動画作りをサポートしてたんですね。ドンピシャではないが、極めて近いところまで一発で踏み込まれた。これであの天才的な楽曲の秘密が分かりました。桜木あかりはキリカちゃんと先輩の二人組のチームだったってことですね。いやいやいや、なんか全てを作り上げてんのはキリカちゃん本人なんだが。いや、それは違うぞ。今さらごまかそうったってそうはいきません。追いかけてた桜木あかりの尻尾をつかみました。今後は先輩のこともライバルの一人として見ますからね。なんてこった、
朝倉のストーカーを懲らしめてやるつもりが、こっちに飛び火するなんて思ってもみなかった。私は世界一のアイドルになるんですから、狙った獲物は逃がしません。それじゃあ先輩、今後も天使の妖精アイリちゃんをよろしくお願いしますね。待て、朝倉のことは大丈夫です。迷惑かけたりしません。私たちは見てくれる人に夢を与える仕事をしてるんですから、お客さんたちが興ざめするようなことは絶対にしません。桜木あかりの正体は誰にも言わないし、つけ回したこともちゃんと謝ります。それだけは信じてください。ペコリと頭を下げるアイリにこっちが面食らった。おお、それじゃそのうち再生数でも人気でも桜木あかりに勝ってみせますからね。そう言ってアーリは満足そうに駅の中へ消えていった。凄まじいやつだったな。強敵に目をつけられたってところか。柔軟な通気そうだが、まあとにかくこれでストーカー事件は落ち着くだろう。朝倉のところに戻ろう。戦勝報告だ。正体バレちまったが。神様のような君へ。ワミレスに戻って朝倉の姿を探す。朝倉は縮こまって青ざめた顔でサラの一手を見つめていた。なんか注文した様子もないし、運ばれてきた水も全く減っていない。お待たせ朝倉。先輩。声をかけた途端、朝倉ははしけたように立ち上がって近寄ってきた。大丈夫だった？何もされなかった？怪我とかしてないよね？脅されたりしなかった？落ち着け。何事もなく解決したよ。文字通りに胸をなで下ろした朝倉は、気が抜けたのかふらふらとよろめいた。ちょ、お前の方が大丈夫か？だって先輩に何かあったらってずっと心配で。ごめんな、心配かけて。もう大丈夫だから。店内の客たちの視線が痛い。とにかく朝倉を席に座らせる。ああ、まずは神奈月愛理ってやつがどんなやつなのかを説明しないとな。実はっていうね、あの熱心さがストーカーに見えただけで実はストーカーじゃなかったっていう、まあ、違う観点から見ればストーカーかもしれないが、まあ怖いものでは特になかったわけだってことらしいんだけど、神奈月愛理のこと知ってた？アイリがバーチャルアイドルの神のアイリだってことは私も知ってたよ。けどやってることが全然違うからあんまり興味なくてさ。すごく有名な人だから桜木あかりにも興味ないだろうなって思ってたけど、アイリの方は桜木あかりに興味津々だったみたいだな。売れてる同業者のチェックは欠かさないのだろう。伊達にトップアイドルとして長年君臨してるわけではなさそうだ。ライバルみたいに思われちゃったってことなんだね。と言っても攻撃したり怖がせたりするつもりは全然なかったみたいだぞ。そのうち謝ってくれるんじゃないか。万が一正式にライバル宣言とかされたりして。めんどくさいから。アイリが聞いたら怒り狂うだろうな。でもよかった、怖い人とかじゃなくて。怪しい人ではあったけどな。気が抜けたような顔で微笑む朝倉にこっちも笑みを返す。ともあれ笑い話で片付いてよかった。じゃあそろそろ帰るか。帰ろう先輩。力になれたなら本当に良かった。この辺
で大丈夫。もう家すぐそこだから。はい、ということでちょっと今回ここまでにしよっか。まあとにかく無事でよかったなというふうには思いますけども、そしてその服いいっすね。私服見れるのは新鮮だからね、なんかいいなと。ちょっと薄い緑色の服着ててね、まあ十分だよな、その大きさもね。はい、周りがデカすぎるだけなんだよな。だから誇っていいと思います。はい、でそのなんだ、神奈月愛理ちゃんだけかがストーカー行為をしていたっていう事実というか、まあ本当のことは実は同業者のライバルチェックだったっていうね、その熱心さが、まあ、ストーカーと思わせてしまって怖がらせてしまったということで、ちゃんと謝ってくれたし、まあ、秘密も守ってくれるんだろうなっていう話でございますと。まあ普通にいい子なんだろうなっていうのは確かに伝わってきたかなと思います。はい、ということで今回ここまでにしたいなというふうに思います。チャンネル登録と高評価お願いします。それじゃ。